サンクスキャラバンでゴー。今週は和気町ウィークです。現地には清水アナウンサーがいます。はい、清水さん、お願いします。はい、サンクスキャラバンでゴー。今週は和気町ウィークです。和気町はですね、去年町制施行50周年を迎えた山口県の東の玄関口にあたる町です。コンパクトな町なんですけれども、豊かな魅力たくさんありますので、今日はたっぷりご紹介していきます。早速ゲストをご紹介します。和気町長の米本正明さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんばんは、和気町長の米本です。和気町は1973年4月に和気村から町になり、今年度が50周年の年なんです。それを契機に和気町の将来像としている緑の風香る文化の町和気町の実現に向けて新たなスタートを切った町なんです。はい、そして私たちが今いるのはですね、八ヶ峰総合公園の中にありますゾーナイタリアというレストランなんですけれども、はい、スタジオのお二人分かりますかね、こちら、うん、イルミネーションがねとっても綺麗なんですよ。あの公園の中にこういったイルミネーションがあるっていうのもまた魅力的ですね。ありがとうございます。こちらは1987年に完成した総合公園で、広さは 26.3 ヘクタールとなっており、一部有料の施設もございますが、入園は無料で年間およそ20万人の方が来園されております。緑が豊かで、町内だけでなく広島県をはじめ多くの方が一日中楽しんでいただける公園となっております。今日日中もお子さんがたくさん、ね、楽しんでいらっしゃる姿が印象的だったんですけれども、こちらの公園どういった施設があるんでしょうか。はい、こちらには姉妹都市でもあります北海道恵庭市から寄贈を受けたポニーが飼育されており、されているミニ動物園や子どもたちが遊べる広場があるほか、430種4200株が植えられていて、県内でも有数のバラ園もございます。またローラースベリ台は県内でも最も長い255メートルもあり、1分以上かかるほどで、子どもたちには大人気なんです。もうすぐ梅の時期を迎えますし、その後は桜、そして新緑と豊かな自然が満喫できます。レストランもございますので、ぜひ多くの方にお越しいただければと思っております。駐車場も広いですからね、お子さんも安心して楽しむことができそうですよね。はい、この後ですね、県内のニュースを挟みまして、まだまだ和気町の魅力たっぷりお伝えしていきます。はい、ありがとうございました。米本さんとともにお伝えしていきます。よろしくお願いいたします。さて、私たちがいる場所なんですけれども、うん、こちら公園内にあります交流棟の B プラスという施設なんですけれども、はい、米本町長、こちらはどういった施設なんでしょうか。はい、こちらの B プラスでは世代を超えた交流を進めていこうと、サークル活動などさまざまな用途に使える多目的室があり、子ども用のトイレや授乳室なども備えています。またカフェにはここでしか食べることのできない一押しスイーツを提供しているんですよ。スイーツですか、ちょっと気になるんですけれども、はい、ぜひちょっとこちら入ってみてもいいですか。はい、ありがとうございます。わー、すごくね、わ、木のぬくもりを感じる温かいカフェなんですよね。ここからはですね、和気町の PR 大使の村井さんにご紹介していただきます。はい、はい、どんなものでしょうか。はい、まずこちらですね、うん、山桃を使った特製のソフトクリームになります。でもすごい可愛らしいスイーツですね。うん、いただいてもいいですか。はい、いただきます。薄いピンク色が美しい、優しい甘酸っぱさが口の中に広がりますね。美味しい。これ山桃って一体何なんですか。はい、あの和気町の長木として親しまれていて、ね、山桃の果実をこちらのソフトクリームで使ってます。だからこんなに甘酸っぱいんですね。はい、ありがとうございます。そして村井さん、ちょっと私ね、こちら入った瞬間に気になっていたんですけども、これは何ですか。はい、あのこちらはですね、八ヶ峰総合公園でしか食べられないスイーツ、ハニカムクロッフルです。見た目も可愛いですね。ありがとうございます。あのクロワッサンの生地をワッフルにしたものなんですけれども、いい踊りですね。そうなんです。うん、ちなみにこれ八ヶ峰総合公園の蜂にちなんで、蜂の巣状に焼き上げてます。
ただですね、ちょっと発酵に時間がかかるので、うん、数量限定での販売をいつもさせていただいてます。じゃあ、あの食べたい方はお早めにといったことなんですね。はい、米本町長、あの本当に和木町は食の魅力もたくさんありますね。ありがとうございます。あの山桃や蜂蜜などを使った特産品は他にもあります。B プラスの交流棟では特産品を使ったお土産も販売しておりますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。ところで、大手賃貸住宅メーカーが行った調査では、和木町は幸福度ランキングが中国地方1位ということだったんですけれども、町民の方もこの町の豊かさっていうのも感じていらっしゃるんじゃないですか。ありがとうございます。全国ランキングでも6位という大変嬉しい結果をいただいたところなんですけども、和木町は豊かな自然に囲まれたコンパクトな町です。沿岸部には町が発展する元となりました石油化学コンビナートが広がり、そのそばには国道2号と JR 和木駅もあります。東西どちらに向かうにも便利な交通環境になっております。あのコンパクトの街ということは、そのサービスも充実しているということなんですか。そうですね。例えば、子ども園、小学校、中学校は街の中心部に集まっていて、それぞれが連携して教育活動を行っております。給食費の無償化や中学生高校生のを対象とした海外でのホームステイの費用を助成するなど、教育環境は整っていると思っております。本当に温かい和気あいあいとしたこの和気町なんですね。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、中継でお伝えしました。